B-2 はアメリカ海軍の潜水艦、B 級潜水艦の2番艦。当初の艦名はカトルフィッシュであった。カトルフィッシュは1905年8月30日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1906年9月1日にエリナーガウによって命名浸水し、1907年10月18日に 艦長 E.J. マーカーと隊員の指揮下収益する。カトルフィッシュは大西洋艦隊第二潜水晶艦隊に配属された。カトルフィッシュは大西洋騎士沿いに作戦活動に従事、航行実験及び機械設備の試験や訓練演習を行った後、1909年11月30日にチャールストン海軍交渉で予備役となる。 1910年4月15日に最終駅し、大西洋水雷艦隊とともに、活動。1911年5月9日に、チャールストン海軍交渉で予備役水雷グループ入りする。1911年11月17日に、B、B-2 と改名された。B-2 は1912年12月4日まで、予備役のまま保管され、12月6日に、 バージニア州ノーフォークに牽引、旧体艦エイジャックスに積み込まれ、フィリピンに運ばれる。1913年4月30日に、ルソン島のカビテに到着し、5月12日に、エイジャックスの艦上から浸水、8月2日に、最終駅し、アジア艦隊水雷小艦隊に配属され活動した。1919 19年12月12日、b には、カビテで退役し、 標的艦として、怪没処分された。ありがとうございます。